この水路、まあ山からの水がねもういっぱい道路を伝ってこっちに落ちてきて、でこの水路が、穂村川からまあ穂村川という川の入れからまあ来とるわけですけども、これがまあもういっぱいいっぱいで溢れて、まあ山からの水とこの水路の水がこっちへ流れ込んでくると、でもっとひどく降った時は田んぼのこっちとあっちと両サイド田んぼなんですけど、田んぼの水があぜを越して帰ってきて、あっち側の捨て溝はねもう水位が高くなっとるんで逃げるとこがなくなってどんどん水没していくという状況です。またね食いつかりましたね、こりゃもしかしてと思ってね、エアコンプレッサーやら草刈り機も上に上げとったんでよかったですけど、いつもはこれエアコンプレッサーこの下に置いてますからね。また降ってきましたね。今ちょっと止んでたんですけど、ここがもう次に植える予定だったんですが、これまた当分植えられませんね。乾かんのですよ、なかなかね。こんなに降るとは思わんかったな。ここが次に収穫予定のハウスだったんですが、あーダメじゃろうな。泥が生えるけの。もう泥が入っとるもんな。これあーダメか。降りすぎじゃろほんま。だいたい考えて降れやれん。あっちが捨て溝なんですけど、ここをね全部あのあぜを抜いてぶち壊して、あのあぜをね全部抜いて排水路の方に
排水道、ほらここがね、まあここが捨て水なんですけども、まあまだ捨て溝の方が低いんでこう流れてますからね。ここはまあこういう風に流れとるんで、ああでも結構もう今これ以上降ったら、例えばたとえここを抜いたとしても掘って抜いたとしても意味ないですからね。もう逃げるとこがないんで、もう今でギリギリですよ、水位的には。逆にこっちの水位が上がった分逆に流れ込むという可能性もありますが、まあでもこれぐらいの雨で済めばここを全部ね、全部のハウスの間をぶち抜いておけば多少は ね、この水没の状況は回避できるんじゃないかと思うんですけど、普段こんなんじゃないですからね。細い溝ですよ、ここは。普段だいぶ上がってますね、これ。いやー、こりゃ他にも被害出とるとこがありそうですね。大ごとになっとらにゃいいですけどね。こうやって今、確認して歩いている時にも、携帯のアラームが2回ほど鳴りました。警戒レベル4です。今はねちょっと小康状態ですけど、困ったなこれ。しかしここが ここが収穫中のハウスですが、もうこんだけ使っとったらダメですね。絶対に泥が入っとるし、うわジュブジュブで歩けません。ズブズブです。うわうわっと、一面水浸しです。まだどんどん流れ込んでる感じですね。
2年前の豪雨の時はですね、この田んぼ、隣の田んぼの水がもうあぜを起こしてきたので、もうもっとあの腰巻きのとこまではね水位が上がったんですけども、今回はそこまではなさそうですが、それにしてもひどいこと降りますね、ほんま。植えたばかりのやつがね、助かればいいですが、この辺のやつはもう泥が入っとるんでね、もう大きくなっても収穫できませんけど、まあ植えたばかりのやつもあんだけ使ったら病気が出るでしょうし、土も乾かんのでね、まあ収穫大きくなったとしてもまともな収穫はできないでしょう。歩けませんね、これジブジブで。ここがね10日ぐらい前に植えたとこですけども、まあおそらくここらもね泥が入っているでしょうし、このまんま水が引いていってもおそらくまあ水は乾かないし病気も出るでしょうし、まあ泥も入っとるでしょうし、まあ大きくなってもおそらくまともな収穫はできないと思うんですよね。はい、ということで今収穫中のはもちろんですけども、まあこれでちょっとの間収入が止まりそうです。いやー参ったなー。2020年7月の14日朝の8時39分ですが、先ほどよりもねあれから2時間以上経った、2時間ちょっと経ちましたが、だいぶ水は引きました。さっきの光景が嘘のようですが、中もね水は引きましたが、やっぱりこれはもう収穫は無理そうですね、こんだけ土が入るとね。いやー水の流れでね、ここ昇降路もえぐれてしまっています。この山からの水がね、もうここも水は引きましたけど、こうゴミがね残っているので、いかにこう水が流れていたかというのが分かります。さっきまでの水位が嘘のようですけども、ここが次の収穫予定でのハウスですが、このようにねもう泥が土が入って、せっかくここまで育てたんですけどね、
全部処分ということですね、これは。これが穂村川ですけども、ね。